グアム。グアムは太平洋にあるマリアナ諸島南端の島。1898年の米西戦争からアメリカ合衆国の海外領土。第二次世界大戦下で1941年から1944年にかけて日本軍が占領統治し大宮島と呼ばれた。マリアナ諸島最大の島でその南西端に位置する。 海底火山によって作られた。北部は、産後礁に囲まれた、石灰室の平坦な大地で、南部は火山の丘陵地帯である。最高所は、ラムラム山で標高406メートル、海洋性熱帯気候に属しており、年間を通して、高温多湿。常夏と言われ、ほぼ一年中海水浴が楽しめる。6から12月が雨季、1から5月が寒季。 雨季にはスコールが降る。年間平均気温は約摂氏26度。グアム島に人類が住み着いたのは紀元前3000年から2000年頃で東南アジア系民族チャモロ人がマレーシアやインドネシア、フィリピンから航海カヌーに乗って移住してきたことに始まると考えらる。そのことはラッテストーンと呼ばれる古代チャモロ遺跡が残存していることでわかる。1521年に ポルトガルの探検家マゼランがヨーロッパ人として初めてグアム島に到達。1565年にレガスピが来島してスペインの領有を宣言し植民地となりフィリピンのマニラとメキシコのアカプルコを結ぶ航路が1568年に開かれスペインの大型船ガレオン船が太平洋を行き来するようになり1年に一度6月頃ドタやグアム周辺に現れ チャモロと物々交換を行った。1668年にスペインのカトリック教会施設サンビトレスを中心としたイエズス会が布教活動のため訪れるようになった。先住民はチャモロであるがサイパンを含む北マリアナ諸島から移住させれたチャモロが多数いた。しかし、宣教師がソレイスーハイをはじめとする。 チャモロ人の伝統的な習慣や文化を厳しく禁止したため不満を持つチャモロ人も多くその不満は1669年のスペインチャモロ戦争として現れたキリスト教に反抗的な村はすべて焼き払われ10万人いたとされるチャモロ人が5千人以下に激減したそして以降は目立った反抗はなくキリスト教文化が定着するようになったと言われている 1898年にアメリカとスペインの間で勃発した米西戦争にアメリカが勝利し、同年のパリ条約によりグアム島はフィリピン、プエルトリコと共にアメリカ合衆国に割譲され植民地支配下に置かれた。アメリカはスペイン同様に現地の文化や風習を無視してグアムのアメリカ化を進めるなど植民地支配を推し進めた。 1941年12月8日、太平洋戦争、大東亜戦争が勃発。大日本帝国海軍は、新珠湾攻撃の5時間後、日本時間午前8時30分に、グアムへの航空攻撃を開始し、2日後に日本軍がアメリカ軍を放逐し、東名を大宮島と改名して大日本帝国領土とし、その後2年7ヶ月にわたり占領した。 1944年7月、グアムの戦いでアメリカ軍が奪還した。以後アメリカ軍は日本軍が使用していた基地を拡張し、戦争終結までの間日本列島への爆撃拠点として使用した。1950年にアメリカ合衆国議会により、グアム自治基本法によって主権に制限を受け、アメリカ合衆国自治的、日本入領域という政治的地位取り、 カールトン・スキナー、カールトン・エス・スキナーが初の民間人知事となった。第二次世界大戦の終戦後も現在に至るまでアメリカ軍の太平洋戦略上重要な基地の一つとしてグアム島は活用され、ベトナム戦争の際も北北に向かう爆撃機の拠点として使用され、アメリカ軍が経済に与える影響も大きい。1960年代後半以降は、 日本からの観光客を中心とした観光地及びリゾート地として発展を遂げ、ホテルやレストラン、免税店などが立ち並ぶ。1990年代以降日本からの観光客は減ったが2000年代以降は大韓民国や中華民国からの観光客が増加し、現在は経済面では日本などの海外からの外国人、観光客による収入が重要な位置を占めている。 巡州知事フェリックス・カマチョは2010年2月15日、演説の最後に、グアムの故障を以前のグアハンに変えるように呼びかけた。同日、カマチョは透明を変更する政令を出した。カマチョは同時に自らをグアハンの知事と呼び始めた。歴史家の都にラミレッツ、グアム公園保養局文化財保護所によると、グアハンとは我々のものもしくは所有している場所を意味し、 島の川や天然資源を指して使用した。川や天然資源は、ミクロネシアのタヌ諸島では、比較的希少なものであったという。グアハンあるいはグアジェンは、1521年から1898年の間に透明として広く使用されていた。しかし、グアム、そしてグアハンという名前は両方とも、歴史文書や地図に数百年も遡って見出されると、いうが、 ピーター・オネデラ、グアム大学、チャモロゴ教授、歴史家による見解である。初代グアム知事を務めた提督は1900年、グアムを採用したが、それは彼がグアムの小島と呼んだからである。知事に決めを務めるカマチョ、グアムにて参戦はできないは2011年には、グアム政府から引くことになる。彼は演説の最後にて、解明は知事の遺として、基盤とし、 歴史上自分が解明路線の固定化をなすべき立場にある旨を説明した。彼はグアハンへの解明が明確な独自性とチャモロ文化の遺産を再認識させることになるだろうと論じた。カマチョの精霊は次のように明確に述べている。チャモロ語の使用を広め、歴史的、文化的な連携を島にもたらす、よう邁進しよう。精霊は今回は、地方のグアム政府機関、 公式のやり取り、商業取引、標識にのみ適用される。しかし、カマチョは、地域社会の指導層、財界、議員たちにグアハンの名を、同じように採用させることに関心持っている。カマチョはさらに、法的にも解明を実施するため、グアム立法院で、法案331号を提案すると発表した。政令には、政府機関が変更する際の猶予期限がないが、これは、 景気交代が長引いているため、遵州政府の時間的、金銭的負担を軽減するためである。解明は、新しい便箋を発注する際など、都合の良い時になされるべきだという。変更案に対する反応は、議員と住民共に複雑なものだった。立法院のジュディス・ウォン、パッド議長は、解明が、グアムにて、これまで認識されてきた独自性の喪失を、 回復するのに役立つことに留意した。彼女はメディアに、これは人々が自分たちが何者なのかを知ろうとし、彼らの独自性を見つけようと望む世代が世界中に広がっているということです。これはとても重要なことであり、グアムでも同じですと語った。作家で元立法院議員のキャサリンアグオンは、精霊が出る、少し前にチャモロ語英語辞典を出版したが、 解明を指示する一方で、どんな提案でもグアム有権者の信任を得なければ、ならない旨を強調した。グアムの名が解明されると、経済的な影響が考えられる。は2010年の知事選の共和党候補者であるが、政令を支援するためには、標識、文書、広告の解明の際の費用を考慮しなければならない、点に意を向けている。グアム政府観光局は、 何百万ドルもの予算を消費して、主要な観光客やビジネス客に対してこの島の、現在の名前、グアムを商標として使い、解明問題がジャッキーした頃に、新しいキャンペーンを始めた。そのキャンペーンでは、私たちはグアムですと銘打った。すべての道路標識と歓迎の看板を変更する。費用は、文書や観光キャンペーンと同じように見積もる。必要性が指摘されている。 アメリカ合衆国の準州であり、国家元首はアメリカ合衆国大統領。なお住民は大統領選挙の投票権を有していない。ストローポール、議事投票が行われるが、選挙結果には反映されない。1968年以降は、公選によって選ばれた知事が内政執行に当たる。グアム議会が形成されており、議会は立法院のみの一員制。 1972年以降、合衆国議会会員に本会議での議決権のない代表を1名選出している。自主憲法草案が上提されたが、1979年の住民投票で否決された。現在でも国際連合自治地域リストに掲載されている。隣接する北マリアナ諸島が新宅統治を経て1978年に実質的なコモンウェルス、 遵州となったことを受けて、グアムでは1980年代から1990年代前半にかけて、プエルトリコや北マリアナ諸島と同様の自治のレーベルを付与したコモンウェルスに向けた重要な推進運動があり、1982年には住民投票を実施してこの方針を決定した。しかしながら、連邦政府はグアム順州政府の提案したコモンウェルスへの変更を拒否し、 理由として、改正案の条項が、アメリカ合衆国憲法の領域条項、アー ART-4, s e c ン・ c l 二と両立する内容ではないことを挙げた。加えて、連邦政府との折衝に6年もの時をかけ、ザ・ドラフト・コマン・ウィールス o n w e i r 1988を提出し本格的な交渉を開始したのは1988年でった。これに対して、運動は徐々に、 アメリカ本国からの政治的独立、国家としての独立、唯一の独自領土として、北マリアナ諸島との連合、あるいは現在が死州国の一州となっているハワイとの連合に軸足を置きつある。一方で、中島洋のように、コモンウェルスが外交権を持たないことや、独立した場合の財政援助面での不利、連邦政府、議会との交渉を通じて、 内政での自治権を徐々に拡充しつつある天羅を挙げて、否定的に見る向きもある。2003年より2011年1月まで2期にわたり、フェリックス・カマチョが知事を務めたが、カマチョは北マリアナとの連合を目指していた。アメリカ合衆国が全面的に防衛権を持つ。このために土地を収容することもできる。島の面積のをアメリカ軍用地が占めている。グアム島は、 日本列島及び南西諸島、朝鮮半島、台湾、南沙諸島、フィリピン、インドネシア、オーストラリアとあらゆる場所に緊急展開できる戦略上の用地であり、アメリカ合衆国の遵州でもあるので、西太平洋の礎石としてその価値を見出されてきた。しかし、冷戦終結に伴って在グアム米海軍基地整理縮小計画が立てられ、1990年頃には、 アメリカ海軍航空隊の基地が、グアム国際空港からアンダーアセン空軍基地に移設され、1997年9月には感染修理施設、シップリペアファシリティが海軍からグアム準州政府に移管されるなど1990年代は基地は縮小傾向にあった。2000年、ジョージ・ W ・ブッシュ政権に代わって以降は地球規模の米軍再編の影響で、 世界戦略を見据えたグアム島の軍事拠点化を進めることになり、兵力の増強が順次実施されてきた。2004年にはグアム島周辺を調査した中国人民、解放軍海軍の環球原子力潜水艦が行き帰りに日本の領海侵犯を行った環球原子力潜水艦領海侵犯事件が発生し、島の北部には 3000メートル級の滑走路が2本あるアンダーセンクヨ軍基地が存在する。ここには現在、常駐する戦闘機部隊は存在していないが、しばしばた基地の機体が飛来する。主に B-52 や B-2 といった戦略爆撃機が配備されており、極東有事の際にはアメリカ本土やハワイなどから前線派遣された航空部隊の重要な出撃拠点になる。 島の西部にはアメリカ海軍も使用しているアプラ港があり、ロサンゼルス級原子力潜水艦が事実上の母港としており、将来的にはオハイオ級原子力潜水艦も配備される予定である。これらは第七艦隊霊下にある。在日米軍再編の影響により、沖縄本島に駐屯しているアメリカ海兵隊7000人がグアムに移駐する予定であり、 キャンプフォスターから司令部も移転する予定である。この部隊の受け入れのための費用を日本国政府が59%負担することで日米両政府が合意した。上記の基地移転には先住民の一部から反発が起きているが、かつてアメリカ軍基地が縮小されたことで経済的に大きな打撃を受けたため大半の住民は基地、観光による経済的観点から 用人もしくは賛同している。参照、グアムの都市一覧。通貨は、アメリカが衆国ドル、US ドル。ただし日用品や、土産等の購入に関して、少額、おおよそ100ドルを目途の場合、主要顧客である、日本人観光客に対する便利として、日本円を受け入れる店舗外。アメリカ軍の基地関連産業と、アメリカ政府からの補助金、観光業、農業、 漁業が主要な経済基盤で、1980年代前半までアメリカ軍への依存度が高かったが、冷戦終結によるアメリカ軍基地の縮小に伴い、近年は観光業が産業の大部分を占め、島民の約60%が観光業に従事している。年間100万人以上の観光客が訪れるが、 かつては観光収入の9割以上が日本からの観光客によるもので日本への依存度が高かった。しかし1990年代以降の日本人、旅行者の旅行先の多様化を受けて日本人が減少し、現在は中華民国と中華人民共和国、韓国からの観光客が急増している。詳しい人数に内訳については観光の欄に口述。 近年は特には食料利店など、日本の外食企業の参入も多く見られる傾向に、ある。ミクロネシア1997年4月号によれば、ミクロネシアの要所であるグアムは1980年代以降は、マグロの天才業でも知られている。ただし、グアム周辺水域において、マグロ資源に恵まれているわけではなく、代償基地である日本、および、 アメリカ本土への航空貨物直行便があり、アクセスに恵まれていることや、漁船の修理施設、乗組員の休養施設、金融サービス機関が整っていることが挙げられる。したがって、他のミクロネシアス駅で漁獲されたマグロ類は、アプラ港で水揚げされ、主に日本本土に空輸されている。漁獲を実施しているのは1990年代においては、台湾赤線が最も多く、 ついで、日本赤線であった。問題は、グアム周辺の排他的経済水域内の開発である。アメリカ本国は1978年4月にマグナソン漁業保存管理法により、アメリカの200海里水域内での他国漁船の操業を禁止した。そのため、グアムはパラオやマーシャル諸島に比較し、資源開発で遅れを取った。1980年諸島。 グアム順州政府はグアム200海里を法制化する中、外国漁船に200海里水域内での操業許可を与えうとしたが実現しなかった。その後本格化したコモンウェルス昇格運動の背景にも200海里内における管轄権を本国政府から入手したいという意向があり。 1988年に提出したコモンウェルス法案にも経済水域問題が重要事項として謳われている。その後、本国へのロビー活動などの結果、1996年10月11日にマグナソン法の改正案が交付、プブリクロー104から297された。これは国務省への申請、入居量の徴収などを通じて、 他国漁船への漁業参加を認める内容であった。経済水域内の取り締まりは沿岸警備隊と商務省国家海洋漁業局が実施している。1997年に海軍は艦船修理施設をグアム準州政府に移管したが、この跡地を活用してアプラ港の総合開発計画が出られ、漁業基地の強化を狙った内容となっていた。このような努力は、 周辺諸国も行っており、ミクロネシア水域のマグロ産業規模に比較して、従来4から5%程度しか得ることのできなかった、未開理事主的に漁業を拡大することで移行を図る動きがある。2000年代に入っても、中西部太平洋マグロ類委員会、WCPFC オグアムなどで開催し、漁業資源の管理と多国間交渉に努力がなされている。 グアムは2010年現在、携帯電話事業者が6社存在する。2006年に、グアムの携帯電話事業者である、グアムワイヤレス及びグアムセルラを、NTT ドコモが買収、統合し、2008年にドコモパシフィックと社名を変更しており、国際ローミング、ワールドウィングを使って、フォーマーサービス及びアイモードサービスが利用できるようになっている。ただしパルスモバイルなど、 他の事業者によるローミングと扱いは基本的に一緒となっている。法島手段として飛行機と船舶がある。飛行場はグアム国際空港、港はアプラ港を利用することが多い。アプラ港はミクロネシア最大の港である。グアム国際空港は1964年より民間供用が開始され、以前は飛行艇で乗り入れていた。 パンアメリカン航空やコンチネンタル航空、ノースウェスト航空が就航を開始した。1967年にはパンアメリカン航空が東京国際空港との路線を開設し、1970年には初の外国航空会社として日本航空が東京国際空港との路線を開設した。2018年9月現在、日本からは日本航空が 成田国際空港、TWA 航空が、関西国際空港、ペグからの経由便、チェジュ航空が、関西、シ州からの経由便、ユナイテッド航空が、成田、中部国際空港、関西、福岡空港から、それぞれ乗り入れている。日本以外では、ホノルルやニガワ、台北やコロール、サイパンなどへの直行便がある。内の交通機関は、バスや、 タクシーのみで、鉄道や路面電車などはない。また、周回高速道路、インターステートハイウェイは存在しない。バスは、観光地を回るトロリーバスなどを運行している。クレイラインバスや、ショッピングセンターは DFS ギャラリア、マイクロネシアモール、グアムプレミアアアウトレットや小規模なもでは、タモンサンズプラザなどがありホテル、旅行会社が運行する、ザ・ショッピングバス。 シャトルバスを運行するアイバスなどがある。サイパン島と同様に、島内では九州産業交通の現地法人であるグアム参考が貸し切りバス事業を行っていたが、九州産業交通の産業再生機構活用による事業再編の一環として売却されている。観光客による島内移動にはレンタカーが多用されており、空港やホテル内などに事務所がある。 また、日本人観光客向けに、日本のレンタカー会社の店舗が、複数存在する。観光産業は、第二次世界大戦後から現在に至るまでグアムの、最大の産業の一つである。なお、本土から数千キロの距離があり、さらに直行便が設定されていない、アメリカ本土からの観光客よりも、日本や韓国などのアジア各国からの観光客の方が多い。 1960年代に直行便が開設されて、以降、東京や名古屋、大阪などの主要都市から約3から4時間で訪れることのできる日本からの観光客が多くを占めていたが、そのピークは1990年代で、日本人観光客の渡航先が多様化した2000年代に入ってからは減少しつつある。2017年5月時点で、 グアムに訪れる観光客数は日本人4万8千人、それに対し韓国人5万2千人となっている。2017年9月12日より大韓民国籍としては6番目となるアシアナ航空の格安航空会社エアソウルが週5便就航し、さらに韓国人観光客が増加している。二千十七年には北朝鮮によるミサイル発射実験でグアム周辺を 好位射撃する作戦計画を検討していたこともあり、例年の4割ほどまで減った。多門エリアを中心に、欧米の大手ホテルチェーンが進出しているほか、ホテル日光グアムやレオパレスリゾートグアムなどの日系のホテルも多い。また、観光客向けのショッピングモールや免税店、大型スーパーマーケットやレストランも多い。公用語は、英語、チャモロ語。 フィリピン系も多く、タガログ語も使用される。グアムに伝わる伝統料理に、チャモロ料理がある。スペイン、アメリカ、日本、東南アジアなど、いろいろな国の文化の影響を受けて生まれた。ココナッツ、赤唐辛子、醤油、酢、玉ねぎ、レモン汁、砂糖などがよく使われ、甘さ、辛さ、酸っぱさのいずれかが強い味が特徴。野球や、 サッカーなどの分野でグアム代表が存在するが、これまで国際大会での目立った活躍はない。詳しくは野球グアム代表、サッカーグアム代表等を参照。スポーツ施設自体は比較的整っており、特にグアム中部にあるレオパレスリゾートグアムは日本のプロ野球選手の自主トレーニングや J リーグチームの春季キャンプでよく利用される。 グアム北部のアンダーセン空軍基地そばにあるグアムインターナショナルレースウェイはドラッグレースやオフロード用のコースなどを持つサーキットで日本 ATV 協会の主催する全日本スーパーオフロード ATV 選手権レースなどの大会も開かれている。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。